皆さんおはようございます。今日はですね、いよいよ相葉くんが向かいますので、さっき言ったように、あの2013年10月31日を終えてゼロになります。ゼロというのは私の番組表記、私の番組ノートがですね、いよいよ締めまいりますので、で2014年1月からスタートに行きたいと思うんですけども、今日はですね、あの12月のゼロになった時に、あの2013年もうそろそろ終わる近いになります。なので皆さんに、いよいよね、2013年いよいよ終わり、あの終わりたいと思います。締めますので、で2031日のお申し込みはここで家で、あの歌いますので、あのまずはですね、あの雰囲気雰囲気の12月の31日の一時嵐を歌いたいなと思います。多分もしかしたらタブレットがなくて携帯で、携帯がなくて携帯とかタブレットは歌いません。なのでパソコンで、さっきあのパソコン調べたらやっとできました。なのでここでパソコンで締めたいと思います。ってことで、もうやっぱりね、あのジャニーズいよいよ終わり近づくなりますので、ぜひなんかね、行こう行きがあるので、二宮さんの力を持って祈っています。それぞれも力してください。で2014年3月1億3万人、そっちゃんと世界一のドラマニュースかな、ニュース時には3月で末で桜井くんの退職をなりますが、あの悲しいことになります。それが残念なってことです。この前2013年 の10月の8日の時間が2時からですけども、その次に嵐の、個人的に二宮さんが当日くのことで、あの自分で決めることを期待して、12月31日前にハガキを出すとことを祈っています。ハガキは二宮さんの気持ちを受けてと思って祈っています。そして小野くんもきちんとに、そうね、お見込みいつか来るかわからないけども、まずは次第は二宮さんのことも、二人本当好きなね、大野くんはねって分かりますので応じます。そしてじゅんくんはいよいよ12月31日どうするイエス、そろそろ終わる近くなります。マッチズンはもうすぐ結婚するか分かりません。マッチズン、そしてニオマオちゃん、いよいよ近づきますので、ぜひ幸せになってほしいなと思っています。で今まだまだ相葉くんはね、トップなのねの気持ち、私そう思っています。なのでぜひ、あの相葉くんのために皆さんに守ってください。新しい近づきます。スマイルアップ2014年向かいますから、これからも祈って私の心で応援したいと思います。たら聞いてください。マイガールです。ジャニーズファン皆さん、本当にありがとう。もうかん大人も対話もと心つつないだかな、つたにも手のならつつたその涙もかん、君はとさけきっと自分の心中ねずねるねま
一つだけこんなに何日が始まるよ。残しさにくれときが幸せな君ってみんにくほのれのれなれなれかな僕ならきっとぞぞぬくあるてりけりなしたありがとうも思いと伝えたいよそっと君元へ遠く7年にまでも野良らねんにつか見合いへでも年にまきとつとさの説がこないかぶ二人の気のるないねん今日もそっと小さな曇り集めて傍観包んだ椅子先そっとこぼれ落ちてなったのは倒したのに金打ちの君の赤かなさ大切なこの全部君とにあって抱えていていいかいこと何も言わず話してねなんてねのみらどんなにあるといいなでもありがとうも思い立つなりたいよそっと君元まで昨日になと寝ないでどどんなにあるなそう迎えるでもまれま一つの三の説がこないかくあれなれたねなねな今日もきっと君を飲もなつなつなろちっとなっとけ赤きがどうせねねくくけでも変わらん君なねなにてるむぬなねなかねありがとうも思いと伝えたよそっと君元へ今日の七年つまでもニュースか見合いへでも年ねばきっとずっとさのせつの流れよりかぶくたいなきのるないでる今日もそっと小さな曇り集めてそっと小さな曇り集めてありがとうございました。